はい、黒髪です。ということでね、11で引き分けてしまいましたけれども、柏戦ですね。少し遅くなってしまいましたけれども、レビューということでね、話していきたいなというふうに思います。この試合はね、本当に鳥栖、それからガンバ大阪というところはですね、連敗という中で、しかもですね、大いにちょっと僕としては、不満の残るようなね、そういう2試合、負けたことっていうよりかは、選手とかのね、姿勢っていうところで、少し不満に思った部分っていうのも、かなり多かったわけですけれども、このね柏戦に関しては勝てなかった、勝てばね5月勝ち越しということでね、反撃の月として掲げて4月未勝利という中でですね、成績としては上向いていける6月につなげていけるんじゃないかなというところでですね、かなり期待したゲームだったわけですけれども、勝ちきれなかったというところでですね、非常に歯がゆいなというところとですね、あとこのね鳥栖ガンバに続けて負けた中で感じていて、脇坂選手のところなわけなんですけれども、脇坂選手といえばね、プリンスというふうにね呼ばれて、もてはやされるということも結構ありますけれども、僕としてはね、脇坂選手プリンスというよりかは、そろそろ、キングになってほしいなっていうふうにね、そういう思いが、ある中でですね、なんていうかね、この鳥栖戦ガンバ戦っていうところでですね、なかなかプリンスっていうかね、少し責任感に欠けるんじゃないかなっていうようなねプレーの内容に見られたところがですね、不満に思いましたけれども、このね柏戦に関してはその脇坂選手自身のね、プレーに関してもですね、そこから一歩上に上がっていくようなね、そういう意思もね感じられるプレーっていうのも多々あった中で、途中交代っていうところで、本人もですね歯がゆさを感じているんじゃないかなというふうに思いますし、まだね、現状で言うとなんていうか、そのプリンスからキングになっていく過程で今さなぎの状態なのかなというところでですね、少し足踏みもしながら、ただ、上に向かっていくっていう、そういうね気持ちっていうのは、見て取れた部分でもありますので、脇坂選手がですねここから一皮向けて、キングとなってですね、例えば、遠野選手だとか橘選手だとか、佐々木選手だとか、そういうね、成長を遂げている、中堅の選手たちを、従えるようなね、そういう軍団になっていけたら、結構ね強くなるんじゃないかなっていうところでですね、そういう兆しも、少し感じられる試合だったなっていうふうにも、思いますし、その一方でね、ソン・リョン選手の活躍がなければ、この試合大敗してたんじゃないかなっていうところで、そういったね、不安要素っていうところもある中でですね、いろいろ加味して、歯がゆい、そういう試合だったのかなというふうに思っております。ということでね、16節、もう16節ですね、あと3試合で、前半折り返してしまうわけですけれども、柏レイソル戦のレビューということで、話していきたいなというふうに思います。ということでね、まず、柏レイソル戦のメンバーと、それから試合結果、素晴らしき先制点、2ということですね、前節のガンバ戦に引き続いて、得点の形非常に素晴らしかったというところでですね、話していきたいなというふうに思います。それからですね、フォーメーションの使い分けっていうところでですね、後半途中から442に変更しながら戦ったわけなんですけれども、これをですね、前半のうちから例えばですね脇坂選手にこのフォーメーションの使い分けの権限をもう移譲してしまって、ピッチ上の監督としてねある程度の権限っていうのを渡してしまうというところもですね、いいんじゃないかなっていうふうに思いましたので、そこのですねフォーメーションのところについても話していきたいなというふうに思います。それからやはりですね、後半の失速っていうことで、やっぱり失点がね後半にどうしても集中してるっていうところでですね、この原因と、それから課題というかね、どうやって解決していくのかっていうところも含めて、少しね考えていきたいなというふうに思います。それからですね、5月終わって、次6月に向かっていくっていうことですね、5月の最後の試合っていうところでですね、その総括っていうことで、ちょっと話していきたいなというふうに思っております。ということでね、最後まで、ご視聴いただけたらと思います。それからですね、チャンネル登録、コメント、高評価も、お待ちしております。できればですね、皆さんに拡散もしていただけるとありがたいなというふうに、思っております。ますので、ぜひですね、よろしくお願いいたします。ということで、まず、柏戦のメンバーですけれども、キーパーですね、ソンリョン選手に入ったということでですね、またもやですね、キーパーの選択が大当たりというような展開でしたけれども、前節のガンバ戦もですね、上福本選手の起用が当たった中で、今節はソンリョン選手だったということでですね、またもや、ソンリョン、キーパーの抜擢っていうのは、大当たりだったのかなと思いますけれども、日替わりでね、キーパーがコロコロ変わるっていう状況は好ましくないかなというふうに思いますし、僕自身はですね、キーパーはまずそのシュートストップとか、セービングの部分で、選んでほしいと。それプラスアルファの部分だと思うんですよね、足元の部分とかっていうのは。なので、まずはですね、そこのシュートセーブ、ストップの部分で、選んでほしいということで、ソンリョン選手の、先発っていうのを、支持しているわけなんですけれども、これがですね、実際に大当たりだったということで、ソンリョン選手の活躍がなければですね、引き分けも難しかったんじゃないかなというようなね、後半の内容だったかなというふうに思っております。ということでね、試合結果、30分、脇坂選手の先制ゴールで、前半は良かったですね、シュートも、レイソリューを多く打ちながらっていうところですね、試合として普通に面白かったんじゃないかなっていうふうに思っております。からも川崎からも、それから中立で見てる方にとっても結構ね、引き締まった好ゲームというか、面白い試合だったんじゃないかなというふうに思っております。ただね、後半フロンターレシュート1本しか打てなかったのに対して、柏は12本シュートを放っているわけで、やはりですね、後半かなり、レイソルがフロンターレのディフェンスラインに対してもね、かなりプレスの強度を強めてきたっていう中で、やはりどうしてもフロンターレディフェンスラインのね、ディフェンスラインが下がってしまったというところでですね、なかなかちょっとね、パスをつないだりだとかいうところがですね、難しくなってしまったんじゃないかなっていうところと、あとやっぱりね、パスをつける中でですね、遠くを見えてる、人がディフェンスライン、特に、大南選手とかジェジュ選手とかね、センターバックの選手で、遠くを見れてる選手っていうのが少なかったのかなっていうようなね、印象で、ラインが下がった中で、視野もですね、狭く、近い距離でしか見れてなかったっていうところがですね、一つ後半戦の失速の原因なんじゃないかなというふうには思ってますし、そこはですね、脇坂選手も試合後のコメントですね、ディフェンスラインが下がってしまったりだとか、遠くを見入れてないだとかいうところはですね、課題として挙げていたのでですね、そこはですね、名古屋戦、次節の改善に期待していきたいなというふうに思っていますし、そういう意味で言うとね、佐々木選手次節欠場ですけれども、佐々木選手、橘選手、遠野選手に関しては結構ね、遠くを見ながら、組み立てをできる選手かなというふうに思いますし、そこの部分が、この3選手の成長の一つだかなというふうに思っておりますので、佐々木選手がね、ディフェンスラインから、出場停止で、事実出れないというところはですね、一つ、不安要素になるのかなというふうに思ってます。それからですね、素晴らしき、先制点ということですけれども、本当にガンバ戦から引き続いてね、もう素晴らしい、綺麗な形で先制点を取ったというところとですね、前節も引き続いてゴミス選手、それから家長選手も関わった得点というところでですね、家長選手と、ゴミス選手相性悪いんじゃないかなというふうにね、ちょっと思うところもあったんですけれども、ここっていうのはね、一定の目処がついてきたのかなというふうには、思います。それからですね、今後は、どれだけゴミ選手に、縦パスをつけられるかっていうのはですね、一つの、キーポイント、ターニングポイント、キーポイントになるかなというふうに、各試合、毎試合のね、キーポイントになるかなというふうに思いますので、その形っていうのをどれだけ構築できるか、これですね、結構ディフェンスラインでの、パス回しっていうところにも結構関わってきてるかなというふうに、思いますので、前半20分のシーンなんかだと、一度左サイドに展開したボールを、左からディフェンスラインで回してジェジュ選手に回ったところでですね、ジェジュ選手から鋭い縦パスが家長選手に入って、そこからね、ワンタッチみたいな形で裏を狙うような、そういったボールがね、背後に出てね、すごくいいシーンになりかけた、そのなるようなね、いいシーンになるような芽が出たっていうような、そういうような感じですけれども、いいシーンになりかけた、ところがありまして、でそこに関してはですね、まあ、家長選手もかなりいい反応というかね、ディフェンスラインに対して、ポジティブな、反応を送っていましたし、こういうねディフェンスラインの、横で、ボールを回しながらね、相手のスライドっていうところを何度かさせて、その中でずれたね、マークのずれとかを利用しながら、その瞬間に鋭く縦パスを出してね、相手が対応する前に、ワンタッチワンタッチのパスで、3人目の動きとかでね、連動して裏を取っていくみたいな、そういったねプレーっていうのが、もっともっと、出てくればですね、まあ、後半の相手に、握られている時間もですね、それ1本で、返せたりとか、しますので、まあ、相手のディフェンスラインを下げるとかね、そういう相手の狙いを崩すとかいうところもですね、まあ、そういう、ディフェンスラインでのパス回しからの、鋭い縦パス、3人目の動きで連動して裏を取るみたいな、そういうプレーがね、もっともっと、出てくればいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、もっとね、家長選手、ボールが出る前からね要求してもいいんじゃないかなというふうに思っております。それからフォーメーションの使い分けっていうところなんですけれども、この試合ですね、先制後の戦い方に結構ね変化が起きたかなっていうところをですね、まあ一旦落ち着いて、まあ、リスクを抑えながら戦っていたかなっていうふうな印象も受けました。それからですね、まあ、後半は 4-4-2 にしながらですね、戦ったわけなんですけれども、この 4-4-2 の形を、まあ、スタメンの、ね、選手たちの中でですね、4-4-2 に試合中変えながらですね戦ってもいいんじゃないかなというところはですね、やはりですねこの後半どうしても失速してしまう原因っていうのは、常に 4-3-3 で、まあ、全力でプレーしてしまうとやはりガス欠っていうところがですね、まあ、早めに来てしまうのかなっていうところに思いますので、4-3-3 の形別に悪くないと思いますし、まあ先制点も取れてるっていうところはですね、非常にポジティブなところかなというふうに思いますので、一応ですね、まあ、先制点を取った後なんですけれども、4-4-2 に形を変えると、右のサイドハーフに家長選手、左に遠野選手、ボランチは2枚、脇坂選手と橘選手で、トップにゴミス選手とマルシニョ選手を置くような形の 4-4-2 に変えてですね、一度相手を受けるというかね、ちょっと重心を下げながら落ち着いてですね、まあ、守備の対応しながら、ボールを奪えばマルシュン選手をゴールに近い位置にね、一番近い位置に置いて、カウンターを仕掛けさせるという中でですね、まあ、ゴミス選手も、まあ、マルチーノ選手のカウンターについていけるスピードが、ありますので、そういった中でですね、まあ、リスクを抑えながらも、ボールを奪った後はすぐに攻撃に移れるようなね、そういう形での、フォーメーション変更、先制して、4-3-3 で先制して、その後はですね、まあ、リスクを抑えながら、それから体力を温存しながら、それからですねボールを奪えば、すぐにカウンターに出るというところをですね、この4-3-3 からの4-4-2 の、試合中の変更っていうところもですね、まあ、一つ、手としてはすごくいいんじゃないかなというふうに思いましたし、そういうね権限の異常っていうのはね、脇坂選手にどんどん与えてってですね、ピッチ上の指揮官というかね、そういった形でですね脇坂選手の存在感っていうのをどんどん高めていくっていうのは、まあ、非常に一つね、やり方としていいんじゃないかなっていうふうに、思いました。それからですね、まあ、何度も言ってますけれども後半失速してしまったと、まあ、ガンバ戦同様というかね、まあ、突戦も後半に大量失点というところも、ありましたけれども、まあ、このね、まあ、共通点っていうのは、まあ、相手のねプレスの強度がやはり前半に比べて、後半にいきなりねグッと上がったっていうところがですね、まあこの3試合ですかね、共通点になってくるかなっていうふうに思いますし、まあ、相手の、監督だとかのね、ハーフタイムの修正に対してこちらが後手を踏んでしまったところがですね、後半ペースを握られているところの、原因かなっていうふうに、思いますので、そこはですねやはりまあ、特にこの柏戦も細かいミスがねディフェンスラインで続いたっていうところからですね、まあ、全体が消極的になってしまったっていうところでですね、ラインも下がってしまったりだとかっていうね、少し悪循環に陥ってしまっているのかなというふうには思うんですけれども、サッカーってですね、ここが一番面白いところなんですけれども、どっかにね力をかければ、どっか必ず空いてくるっていうところがね、一つ、サッカーの魅力でもありますので、相手が前線からプレスをかけているっていうことはですね、逆に言うと、一発のパスで裏をひっくり返せるみたいなね、そういう可能性も、そういうところもねありますので、必ず出口はあるというふうに書いたんですけれども、相手がですね、どこを狙ってきてるのかっていうところをですね、しっかりとピッチ上で選手たちが感じて、どこがチャンスになるのか、どこをひっくり返せば簡単に攻撃できるのかっていうところをですね、考えながらですね、逆に押し返していくっていうようなね、そういったところもサッカーの一つの魅力かなというふうに思いましたので、先ほども言った通りですね、4-3-3 でうまくいかないのであれば、一つ試合中にフォーメーション 4-4-2 に変えながらですね、相手が強度を上げてきている時はですね、しっかりちょっとね、受けながらも、ロングカウンター一発で、カウンター狙っていくみたいなね、そういったような、試合中の戦い方、戦略の使い分けですかね、戦術っていうよりかは、そういう部分をですね、もっともっと、ピッチ上の選手たちで判断で、変えていってもいいのかなというふうに思いますし、そういう部分をですね、監督としても、キャプテンの脇坂選手と、話し合ってですね、変えていってもいいのかなというふうには思います。いかんせんね、やはりそういう悪い中で、どうしてもねこう飲み込まれ続けてしまうっていうのがね、今のフロンターレの悪いところかなというふうに思いますので、相手のねプレスをいなすようなね、そういったようなね工夫が欲しいかなっていうふうに、思ってますし、そこはですね、脇坂選手も、試合後のコメントから、非常にそういう課題を感じているっていうのがね、分かる、ところがありましたので、そういった意味ではね、脇坂選手の、今プリンスから、キングに進化している最中なのかなと、その足踏みかなと、ポジティブに、考えればですね、そういうふうに捉えることもできるのかなというふうに思いますので、そこはですね少し、待ちながらも、そういったところができるようになってくればですね、リーグ戦 ACL、結構ね勝ち進んでいくことはできるかなというふうに思いますので、今はですね、苦しみに耐えながらっていうところかなというふうに思いますので、低くねしゃがんだ分だけ高くジャンプできるということをね、信じて見守っていきたいなというふうに思っております。それから5月の総括ということでですね、今月は半月期の月ということで、そういう意識でね、5月のスタートから戦ったというかね、4月の末からそれは始まっていたのかなというふうには思いますけれども、結果ね、尻すぼみになりながらも、戦績としては2勝2分2敗でイーブンということでですね、3月が1勝3敗で4月未勝利っていう中でですね、考えれば、5月の戦績っていうのはですね、イーブンで、終えられたっていうことはですね、戦績としては、良化してるんじゃないかなというふうに思いますけれども、反撃という言葉をね、使ってしまった以上は、そこにはね、チームの目標には程遠かったのかなというふうに思います。で、特にね鳥栖ガンバに喫した2敗っていうのは、非常に印象が悪いというところでですね、夏を前に、後半に失速するチームになってしまったというところも、一つ課題かなというふうには、思いますけれども、先制点とかね、得点の形っていうのが、できてきたっていうのはすごくいいことですし、一つねチームとしての、再現性のある形で、点が取れてるっていうのは非常にポジティブな、わけですし、苦しんでるっていうのもね、非常にわかるという中でですね、いろいろね、いろんな要素を加味して、本当に今現状歯がゆいなというところをですね、ここ一皮二皮向けてくれば、また少しね強いフロンターレに戻ってくるんじゃないかなっていう期待感も、持ち合わせているというところでですね、ただ、4月はですね、4月の末ですねは非常に未勝利で終わって、非常に苦しい中でですね、ただ広島戦で見せた、そういう希望の光みたいなものを、感じられた、まま5月に向かっていったっていうところと比べるとですね、5月はですね、苦しみながら、この苦しみっていうのは、少し、継続するんじゃないかなっていうようなね、そういう予感も、感じさせる中でのですね、5月の終わり、これから6月に向かっていくっていうところでですね、そういったねチームの課題っていうのを一つ一つ潰してっていうかね、本当に、明確だと思います。後半のところっていうところはね、一つ課題として明確なので、チーム全体でのね、管理、スタミナの管理だとかね、戦い方、抑えるところ、我慢するところ、必ず点を取りに行くところ、勝負に出るところっていうところのね、一つしっかりしてですね、そういうチームとして戦える、そういう集団になってくればですね、またまた強いチームになっていけるのかなっていうふうに思いますので、そこはですね我慢強く見守っていきたいなというふうに思いますし、そういうね、兆しっていうのがね、少しかすかですけれども光が見えた、そういう柏戦だったのかなというふうに思いますので、そのねかすかな光を信じて見ていきたいなというふうに思っております。ということでね、次は6月2日、次6月ですね、名古屋グランパス戦ということでね、とどろきで17時からということで、名古屋もね、非常に強いというか、堅いチームでですね、まだちょっとね試合を見てないので何とも言えないですけれども、パトリック選手とかね、フロンターレが苦手にするようなね、そういう選手も在籍してますので、そういった意味ではですね、厳しい試合には、長谷川健太監督っていうことも含めて、厳しい試合にはなるかなというふうに思いますけれども、希望のかすかに見えたね光っていうのをですね、どんどん大きくしていってもらいたいなと、そういうふうに思っております。ということでね、フロファミでした。ぜひですねチャンネル登録、高評価、コメント、それからですね、ぜひ拡散していただけたらね、ありがたいなというふうに思っております。ということでね、フロファミでした。バイバイ。